はい、まずスタートなんですけど、まあ、平原選手がね、うん、もう内側の郡司選手だったり東北勢を気にしながらねしっかりと、前を取りましたね。まあ、これも平原選手の、うんうん、ちゃんと思惑通りに、進めているなっていうのがね、まあ、諸橋選手も前行ってましたから。でもここ珍しいよね、平原選手が前受けするなんていうのは ね、 基 本、 そうね、基本中段中段を攻めていくタイプだからさ、そうどこ走っても中段は ね、 ね、平原選手だったら回れると思うんで、うんうん、うん、まあ、ここはまず前を諸橋選手まで行ったってことは前からっていう意思が強かったんでしょうね。うん、で平原選手が前、武田選手がその番手、うん、関東勢がですね諸橋選手前に並んで、関東勢です、はい、中段が、渡辺裕太選手、郡司選手、中村宏選手、うん、南関東勢です ね、 ね、で後方に6番の新山選手、新田選手、そして佐藤慎太郎選手の東北勢ですよね。うん、まあ、この3分戦なんですけども、やはり、吉岡君も言った通り、うん、新山選手の先行意欲が、ね、高いんではないかっていうところですよね。まあ、今渡辺裕太選手も位置取りを取りに行ってんだろうけどね、はいはい、でも先行すると見せかけて、だからそこに惑わされたんじゃないかな、平原選手もね。そうそうね、新山選手ともがき合うのかなって時にさっと中段取りに行ったから、うん、あ、なるほど。あ、やっぱり渡辺裕太選手もね、うん、一回、まあ、先行しようと思えばいつでもできるし、 そこでまたうまく引けばね、うん、4番手は取れますからね。そうなってくると技が先行できる技が一つあるっていうのは、うね、平原選手からと比べると、うん、平原選手もだから先行ができる、ね、戦法がもう一個あれば、うん、そういう戦法ができたんですけど、平原選手は7番手ってもなかなか珍しい展開ですよね。うん、ね、そして番手を走る新田選手、うん、番手戦というのもなかなかね、新田選手も見られないので、まあ、しっかりとね、うん、走れるのかなっていうのがねありましたけども、まあ、逆にこれだけ新山選手が果敢に行ってくれるとね、そうですね、番手としてもね、はいはい、つきやすいですよね。そうですね、うん、佐藤慎太郎選手もね、まあ、ここ残り2周で先に先踏みしてる感じでね、うん、お尻をスタンディングしながら行ったんで、これで渡辺選手うまかったですよね。うん、ギリギリの時でしっかりと平原選手を切って、中段取りですよね、先行するスタイル持っていって、うん、中段ですよね。平原選手のここ動きがね、追い上げるかどうするのかなっていう感じだったんですけど、うん、渡辺裕太選手も後ろ見てるのでそれも考えてたと思うんですけど、すんなり7番手の展開ですよね。珍しい展開になりましたよね。逆に言うと渡辺選手たちもやっぱり平原選手に対してのこう、はい、攻略みたいなのを、ね、考えてきてるんだろうね、やっぱり。そうですよね、やっぱりね、うん、でこれで最終もうバックストレッチに入るわけですけど、新田選手も少し後ろを見ながら車間を開けて、まあ、いい写真ぐらいなんですけどね、平原選手がここでいいスピードでまくっていくんですよね。この時ね、渡辺裕太選手行ってしまうかと思ったけどね。で、諸橋選手も内で入りながら、佐藤慎太郎選手の内まで行って、ここでね、うん、混戦なんですけど、平原選手が先に郡司選手にね、うん、接触して落車してしまったんですけど、ね、結局はこう新田選手、北日本ラインだよね、北日本ラインで決まったんですけどね、うん、まあ、このような結果になったんですけども、ね、うん、まあ、怪我がね、本当心配なので、 その辺が、うん、大したことなければいいんですけどね、うん、はい。